アデレード・オーバーンは、オーストラリア南オーストラリア州アデレードの都心の、北東に位置するハックニーから都心より1 0トルあまり北東に位置するモッドベリーまでを結ぶ、全長1 2トルのガイドウェイバスシステムである。運営主体である、アデレード・メトロは、世界最長、最速のガイドウェイバスであるとしている。オーバーンシステムは、西ドイツの S 線で、 路面電車のトンネルを共有し交通渋滞を避けることが可能なバスシステムとしてダイムラーベンツによって構想された。アデレード・オーバーンは急速に拡大しているティーツリガリッシュなどの北東部郊外に公共交通を提供するために1986年に導入された。オーバーンのバス軌道はバスと鉄道両方の要素を兼ね備えた。 専用の線路が備え付けられている。この線路は1 2トルの長さがあり、モッドベリーのクレムジグ駅、パラダイス駅、t ープラザ駅の3駅を含んでいる。これらの駅で、バスが、バス軌道を出入りできるとともに、旅客がバスを乗り降りすることもでき、乗客は乗り換えすることなく移動できる。このバスは最高時速1 0 0トルで運行できるが、 現状時速 85km に制限されている。アデレード市中心部から T3 プラザ駅までの15分間の距離で1時間に1万8000人の乗客を運送する。2015年には平日1日あたり約3万1000人を輸送した。2017年の延伸区間ではアデレード市中心部に入るために横切る交差点の数を減らすために 市街地で670メートルのトンネルを開通させた。オーバーンのバス路線網が発達したことにより、荒廃した都市の下水状態であったトレンズリニアパークが魅力的な公共のオープンスペースへと開発され、モッドベリー北東端周辺の都市開発のきっかけとなった。アデレードでは第二次世界大戦以降1950年代から1960年代にかけて、 急速に郊外の都市化が進み、人口は1944年から1965年までに倍増し、自家用車の登録台数は43倍にまで増加した。1955年に当時の会議員であったシアトーマス・プレイフォードは都市計画委員会を設立し、アベレードをさらに発展させるために調整した計画を委託した。その結果、 98km の道路の改善を含む300ページにも及ぶレポートオンザメトロポリタンエリアオブアデレード1962という30年分の開発計画が策定された。プレイフォードは1965年の銀退任の直前に交通改善のためのより詳細な調査を依頼した。1968年にアデレードは 1> 計1 5 6キロメートルにも及ぶ10本の高速道路を建設するアデレード市外交通調査計画を策定した。マッツ計画は何千にも及ぶ用地を買収し、郊外の多くの用地がインターチェンジにされることになるため、多くの市民の反感を買うことになった。議会で論戦となり、オーストラリア国外における 高速道路の渋滞のイメージが広がって、さらに噴撃を買うことになった。にもかかわらず、1969年初めに、州知事のスティールホールは、マッツの改正案の実施を承認し、州政府は提案された高速道路建設予定地に、沿って、物件の買収を開始した。1969年中頃には、州政府は、 計画に反対する野党と協議した結果、計画していた10本の高速道路のうち、2本の建設を撤回した後、推進派であった当時の州知事、スティールホールは落選し、新たに就任したドンダンスタン率いる新政権は、マッツ計画を事実和棚に上げ、10年後まで高速道路の建設を凍結した。この時すでに買収していた用地は、 将来的な使用も踏まえて残されていた。1970年代半ばまで北東部の郊外では輸送手段が問題となっていた。ティーツリ,ガリー市の人口は1954年から1971年にかけて2500人から35000人へと増加した。トレンズ側に沿ってアデレードからモッドベリーへ通じる回廊上の土地はマッツ計画で モッドベリー高速道路の用地として購入されたもので、1973年に、州の運輸省長官が、アデレード市内の鉄道と郊外を接続する、ヘビーレールの建設を提案した際に、その候補地となった。その後、アデレード北東部の交通調査という調査において、ヘビーレールや、ライトレール、ガイドレールバス、高速道路での効果を検討し、最終的には、 ライトレールかガイドウェイバスが最も実現可能であると結論付けられた。州政府はグレネルグトラムを延長する形でライトレールを付設するという提案を行った。この新ルートはビクトリアスクエアにある終点からキングウィリアム通りを進みアデレードパークランズを通ってからモッドベリーに続くものであった。このライトレールは駅でフィーダーバスと接続し、 利用客を郊外へと運ぶ予定であった。老朽化した H 型車両に代わるライトレール用の新たな車両の購入も予定されていた。この計画に多くの市民が反対した。アデレード市議会もこの計画がよく整えられたアデレード市の都市計画と支障するとして反対した。州政府はこれに応じ、アデレード市街地の地下を直行するように計画を変更したものの、 かなりの費用がかかることが懸念された。セントピーターズといった中心部にある住宅街の住民は、ライトレールの車両が地下を走ることによる騒音を懸念し、また、モッドベリー回路におけるトレンズ川峡谷の断絶に反対して、この問題に抗議した。トンネルの敷屈は開始されたものの、ライトレール計画は、州知事、デイビッド・トンキンに、 運輸大臣として任命された計画反対派のマイケル・ウィルソンによって1980年に凍結された。新しい州政府はライトレール計画の代わりとしてダイムラー・ベンツが西ドイツで開発していたガイドウェイバスシステムの調査のために専門家を派遣した。オーバーンという言葉はドイツ語でバスという意味を持つオムニバスと道路または 鉄道を意味するバーンを掛け合わせたものである、オーバーアンシステムは、エッセンのトラムのトンネルを使って実験されていた。ドイツ当局との幅広い協議の結果、就航通局の議官は、オーバーアンシステムの運用が可能であると判断した。このシステムは、利用する土地を少なくでき、騒音被害を減らし、速達性を高め、建設コストが少ないという点において、 従来のライトレール計画よりも、はるかに優れているとみなされており、その上、郊外の通りから、市の中心部まで、市街地を通らずに直行できるという独自の特徴が、州政府の注目を集めた。元々の計画では 12km の内起点から 3km のみをオーバーンとして建設し、残りは、従来型のバス専用道路として運行する予定であったが、 安全上の懸念と市民の反対により、すべての区間をオーバーンとして建設することとなった。1982年に、州政府が政権交代したことにより、計画の進行が不確実となった。ジョン・バノン政権は協議した後、計画の第一段階である、アデレード市街地からパラダイス駅までの区間の建設を続行を決定した後、 1986年に第2段階であるパラダイス駅から T3 プラザ駅までの建設を開始した。計画の総費用はバスの購入費も含めて9800万ドルであった。第1段階の工事が完了した1986年のオーバー案の利用客数は400万人以上であり、翌年は30%増加した。その上、 全線開通した1989年8月20日時点で、さらに15%増加した。1990年代に、アデレードの公共交通機関が民営化し、バス、鉄道、トラム全体で、利用客数が25%減少したが、オーバーンはその例によらず、1996年には1日の、平均乗員数が19500人となり、 年間713万人が利用している結果となった。2015年には平日の平均利用客数は約3万1000人となった。クレムジグ駅に入るバスオーバーンにはゴールデングローブへの延伸を中心に様々な延伸計画が存在しているが、どれもが競技段階から進展していない。ゴールデングローブに向けて延伸するには回路上の土地がなく、 線路を敷設するための広大な周知の買収が必要であるため実現していない。T3 プラザ駅からアデレードヒルズまでの 8km ほどの区間には人口のスプロール現象が続いているものの沿線の人口増加は無視できる範囲である。現在のルートはグランドジャンクション通りと交差する地点に新駅を作る。 予定で付設されたものの、新駅建造は行われていない。オーバーンの南部への延伸計画が最も注目を集めており、1996年以降、様々な調査や議会の議題の中心に上がっている。最南端を走るこのルートは、中心地から離れており、より中心部を走る鉄道の駅税券と被らず、オーバーンが南部を走ることで、 オーバーンはすでに多い人口と継続的にな成長の恩恵を得ることが可能であるからである。提案されているルートの一つに、主街地からシーフォード線に沿って進み、トンズレー線に接続するというものがある。オーバーンはそこで終点とし、バスは南部高速道路に乗って、さらに南部へ向かうという計画である。この計画を完成させるには、オーバーンの線路不設のために、 シーフォード線の線路を若干横にずらす必要性がある上にエマーソン踏切とグッドウッド駅におけるグレネルグトラムとの交差点の改築が要求された。それによるコストは1億8200万ドルになると試算されたため2001年に計画は凍結された。以降、アデレード市はサウスロードの改良やグレネルグトラムの延伸実現に注力している。 2009年に計画されたルートは、ハックニー通りからグレンフェル通りやクリー通りに沿って進み、CBD から離れた置のウエストテラスまで延伸するルートであった。しかし、連邦政府は、クイーンズランド州で発生した洪水への対応の一環として、当初の延伸計画から大幅な範囲を削減した結果、延伸による効果がほぼ見込めなくなったとして計画が、 中止となった。2015年、ウニュ・インフラ計画省は、オーバーンシティアクセスプロジェクトに1億6000万ドルを用いることを提案した。この計画は、ハックニー通りの従来の出入り口は維持しつつ、アデレード植物園付近を支点とした、ガイドウェイバスの線路を、新しいトンネルの入り口で接続するために、ハックニー通りのバス専用レーンの改良を行うという計画である。 このトンネルは、ボタニック通りの交差点の地下を通過し、ルンドルパークとルンドル通りの地下で西に曲がり、ライミルパークの地下を通って、改良工事の行われたグレンフェル通りと、イーストテラスが接続する交差点に向かうものである。同年後半に建設が開始され、2017年に完成した。2015年10月に、トンネルの設計、建設は、 ニュージーランドの建設会社、マコーネル・ドゥエルに委託された。サージオートメーションは、トンネルの機械的かつ電気的側面の専門技術の提供を行った。トンネルは2017年12月10日に開通し、翌日から暫定的に営業が開始され、12月17日に本格的に稼働が開始された。オーバーンの完成により、サービスを提供する団体や企業が、 公共交通機関や市の中心部に容易にアクセスしやすくなったため T3 プラザ駅周辺には商業やコミュニティ開発を行う集団が移転してくるようになった。市場の需要は周辺地域を住宅地としてではなく商業地として区画分けしたことにより満たされた。T3 プラザ駅周辺のこの地域はアデレード都市圏にある5つの副都心の一つとされている。 ロバート・セルベロは、オーバーンによる、ティーツリーガリーの変化を、地域のショッピングモールを中心としたやや不便な、ニュータウンから、広大な土地利用を特徴とした、新興都市へと急速に転換させた、と評した。大型病院である、モッドベリー病院は、ティーツリープラザ駅に隣接し、タフのトレンズバレーキャンパスは、オーバーンの開通後、 オーバーンの路線の東側に接するように移転された。T3 プラザ駅から 1km 以内には、高校が1つ、小学校が3つ、キリスト教学校が1つ、シニアタウンが3つ存在する。対照的に、クレムジグ駅とパラダイス駅の周辺は、低密度住宅地以外の土地利用に対して反対があり、公共交通志向型開発は行われていない。 オーバーンのバスのテスト走行に使われる線路オーバーンの軌道は地面に打ち込まれたパイプとその上に乗せられたコンクリート製枕木コンクリート製の桁からなっておりトレンズ川沿いのお奇跡総土城は高水準の過疎性があって頻繁に移動するため地面から浮かせて敷設されているコンクリートパイロンを最大4メートルの深さまで地中に埋めて安定性を確保した パイロンの上には線路を支えるコンクリートの枕木がある。パイロンは5600本の枕木と12メートル間隔で設置された4200個のプレハブ L 字型線路を支えるために5600箇所を掘削して設置している。伏線の軌道幅は6.2メートルである。オーバーンのコンクリートの線路は当初提案された線路よりも狭く軽量化して 土地への負担を減らした。アデレードの橋である、イーストパークランドの反対側にあるハックニー通りから、専用軌道が始まる。最初に、曲がり角が急なため、制限速度が実速 40km である 60m のトンネルに入る。特に連接バスなどの降臨は線路に対して、すらないようになっている。クレムジグ駅までは、 速度は徐々に時速 80km まで加速する。パラダイス駅までの軌道の制限速度は最高で時速 100km であったが2012年以降は時速 85km にまで制限された。一部の区間ではテスト走行で時速 115km を達成した。平均運行速度は停止している時も含めて時速 60km である。 駅に入ると、オーバーンではなくなり、制限速度が時速 40km となる。駅構内での制限速度は、時速時速 20km である。オーバーンは、システム運用の初期段階において裁判所の判決により正確には、道路とみなされる。この判決により、南オーストラリア警察は、スピードカメラを備え付けることができ。 スピード違反者を発見することができている。他の車がオーバーンに侵入すると入り口に多数の看板があり、線路に乗ると車の排水口を弾くサンプバスターによって阻止される。1年間に平均4台の車が線路内に入り、クレーンで取り除いている。オーバーンの路線はほぼ全区間でトレンズ側の河川敷公園内に付設されており、 完全立体交差である。アデレード市中心部のグレンフェル通り沿いを走行し、ライミルパークにあるアデレードパークランズを通り、2017年10月に開通した670メートルのトンネルを通って、オーバーンに入る。デケトビルテラスの交差点の北側にあるハックニー通りのトンネルを出ると、専用のバス軌道に入り、北に進む。この広がりに沿って、左側に、 アデレード植物園、植物公園がある。ハックニー通りは、オーバーンのバス軌道に沿ってトレンズ側の橋を渡り、オーバーンの北側の入り口に向かって、東に進む。バス軌道は、パーク通りの地下に潜り、北東に向かう、バス軌道に加わる。バス軌道は、トレンズ側の谷にほぼ沿っているが、緩やかなカーブを描いている。これは、川とバス軌道の間に、 公園や住宅があるためかなり頻繁に川を横断することを意味し、川の北側にあるクレムジグ駅まで合計で8回横断する。クレムジグ駅を出てすぐ後に川を横断し、パラダイス駅に到着する前に、ロシールパークとバス軌道と川の間の北側に向かって、キャンベルタウンとパラダイスの郊外の一部を通る。パラダイス駅を出ると、バス軌道はダーレー通りを通り、 最後に、トレンズを通過する。バス軌道が流出する小川に沿って進み、ホープバレー貯水池の北西側を過ぎると、地形は急になる。グランドジャンクション通りの北側を進み、東や北に動きつつ、ガイドウェイバスの終着点である、T3 プラザ駅のある、ウェストフィールド T3 プラザに入る。多くのバスはここから、一般道を通って、郊外へと運行している。 オーバーンの線路とセントピーターズのダンスタンアドベンチャー、プレイグラウンド内のトレンズ川を横切るバスを示す180度のパノラマ写真この表に書かれたすべての路線は、アデレード市の中心部を終着点として接続しているが、路線は異なる郊外を経由して、オーバーンの駅と終着点の間を運行している。駅は、都心側から、クレムジグ駅、パラダイス駅、 T3 プラザ駅の3駅で、全駅に、一般道路との連絡道路が設けられており、一般道路を走る、バス路線と接続している。また、バス停には、屋根付けの待合箇所が設けられ、路線図や、時刻表などの案内や防犯カメラも整備されており、バイクロッカーや駐車場も整備されている。クレムジグ駅にて、オーバーンのバスに乗り込む学生たちクレムジグ駅は、 クレムジグの中心地から 3km 離れた郊外にあるオーバーン最初の駅である。この駅はアデレード市の外環状線を走るバスシステムであるサークルラインとの接続用に作られた。多くのバスシステムはクレムジグ駅を経由しているため駅の容量が限界になっている。駅にはパークライド用の駐車場が450台分ある。パラダイス駅は パラダイスの中心地から6トル離れた郊外にあるオーバーン2番目の駅である。第2段階の工事が終わるまでは一般道からのバスが運行され、2つのエリアに合計875台分の駐車場があった。T3 プラザ駅、T3 プラザ駅はモッドベリーの中心部から1 2トルの場所にあるオーバーンの終着駅である。当初の名称は モッドベリー駅であったが、1997年9月12日に、現在の名称に改称された。ウェストフィールドティツリープラザと接しており、オーバーンの中で最大規模の駅である。この駅からのバスサービスはエリザベスほどの遠い場所まで接続し、ゴールデングローブまで運行する。2013年の再開発期間中に、複数の駐車場が作られ、 現在700台分の駐車場がある。スカニア K320UA 型バスオーバーンで初めて運用を開始したバスは1985年に購入されたメルセデスベンツ製の41台の非連接式及び51台の連接式の O305 型であった。このバスは南オーストラリアのプレスメタル社が車体を製造し、 三菱自動車工業のクローベリーパーク工場にてオーバーアン用に改造された。この製造費は当初の予算である9800万ドルに含まれていた。当初導入予定だった万性の SG280 型、SL202 型は後に導入された。メルセデスベンツを3 0 5型の最大体9年の25年が近づくにつれて2007年から代替車が 導入されるようになった。このバスは、スカニア製の K230UB 型、K280UB 型と K320UA 型をつなげた低床バスであった。2015年4月からは、マイ SL2021 台と、メルセデスベンツを4 0 5 n h 1台が、組み合わさった低床バスも運行している。故障した場合、 ダンボと呼ばれる特別に設計された車両がオーバーンからバスを引き上げる。計画の初期段階ではすべてのバスが牽引能力を持つように設計していたがバスの運転手たちの労働組合に反対されたためダンボを導入した。走行中にタイヤがパンクした場合補助タイヤがバスが突飛に動くことを防ぎ小さいアルミ製の内タイヤが支えることによって 最寄りの駅まで時速 40km で運行することができる。オーバーンの補助タイヤフロントホイールの前に突出している補助タイヤはバスがオーバーンを走行する上で最も重要な部分である。この補助タイヤはステアリング構造と直結しており線路端のガイドに沿って走ることによってバスを操縦している。 この補助タイヤがあるため、オーバーン上を走行している時に厳密に言えば、運転手はステアリングホイールを操縦しなくても良いが、安全上運転手は常に状況に注意する必要がある。駅の前にあるランブルストリップスは、運転手に操縦する必要があることを認識させる。補助タイヤはこのシステムの中で最も繊細な部分であり、強い衝撃を加えると外れてしまう。 そのため、オーバーンが開通する前に、一般道を走る多くのバスに補助タイヤをつけて、耐久性のテストをした。運転手は、カーブでの補助タイヤへの衝撃の後、一般道でより慎重に運転するよう、強制されている。アデレードメトロによって運行されており、2015年には、平日で1日あたり、約3万1000人を乗せた。 パラダイス駅近辺のリニアパーク以前のモッドベリーフリーウェイの建設計画よりもオーバーンの付設計画が選ばれたのは自動車依存社会からの脱却への期待があったからである。トレンズリニアパークが作られたトレンズ川沿いの渓谷の再開発に600万ドルが使用された。線路沿いには美観や環境の向上、騒音低減を目的として 約15万本の樹木、植物、低木が植樹され、1997年に完了した。公園沿いに遊歩道やサイクリングコースが整備され、公共利用が促進された。トレンズリニアパークは、ゴミで埋め尽くされ、公共利用しがたい都市の排水路と評されるほど、悪化していたトレンズ川を再活性化した。環境に対する考慮から生まれたオーバーンは、 線路沿いの波木が二酸化炭素を吸収することでカーボンオフセットが行われている。オーバーンの線路は近隣の住宅への騒音の影響を軽減するために貸し近くの低地にあり、さらに深く掘り下げた位置に付設されている。当初のバスはディーゼル燃料を使用していたが、このシステムはその他のエネルギーを利用するバスの走行も想定している。 バイオディーゼル燃料と天然ガスを試験的に利用しており、アデレードを走るバスの20%は圧縮天然ガス、48%は B20 燃料、残りの32%は B5 燃料を使用している。また、オーバーンの設計はトロリーバスの河川の設置を可能にしている。駐車区海外でのガイドウェイバスは、 バスとして扱われているため、正式名称では、インターチェンジとなっているが、日本では、ガイドウェイバスは、鉄道として扱われているため、登記時では、駅と表記する。アデレード市内のノーステラス、イーストテラス、サウステラス、ウエストテラスに囲まれた、地域内にある、アデレード中央商業特区の略称。バイオディーゼルを20%。 軽油を80%混合した燃料のこと。バイオディーゼルを5%、軽油を95%混合した燃料のこと。出店 ABCDE、160ドルミリオンをバーンプロジェクト。アウストロラージアンバスコーチ、バウエルトレーダーメディア、2015年4月24日、閲覧。ABC、半自動化バス導入検討運輸地方の、渋滞解消へ。 ジャカルタ新聞。https://www.jakartashimbun.com コロンススララッッシシュュスラッシュフリースラッシュディテールスラッシュ 48352.html2020 年4月7日閲覧。a b ガイ i ッ e バスウェーデベロップメント鉄道ジャーナル a l 通関466号。p90。バスラマインターナショナル通関65号。 p15 ハットグレーターアデレード s ポピュレーションインクリーストフロム365000 in 1944ツー748000 in 1965ポピュレーションディストリビューション3105.0 65.001オーストラリアンヒストリカルポピュレーションスタティスティックス2014オーストラリアンユーロオブスタティスティックスドノバン1991 ピアニッシモ、2 0 2 2 0 3ラウェイ・リン、スミス、マイケル、ビハインド・ザ・シーンズ、ザ・ポリティクス・オブ・プラニング・アデレード、ユニバーシティ・オブ・アデレード・プレス。ピアニッシモ、77-81 ISBN 978-1から922064から41から7アーバン・プラニング アトラス・オブ・サウス・オーストラリア1986ガバメント・オブ・サウス・オーストラリア2015年4月2日時点のオリジナルよりアーカイブ2015年5月21日閲覧アデレード S ・フリーウェイズ A ・ヒストリー・フロムマッツ・ツー・ザ・ポート・リバー・エクスプレスウェイ OZROADS.comAU2015 年5月21日閲覧クム ゴードン・デズモンド、レスポンシブル・ガバメント・イン・サウス・オーストラリア、に、ウェイ・キフ・ヒールド・プレス、P56、ISBN 978-1862548442ラウェリン、スミス、マイケル、ビハインド・ザ・シーンズ。 ザ・ポリティクス・オブ・プラ of Planning Adelaide u n i v e r s i ピアニッシモ八十一八十六 ISBN 978から1から92万二千六十四から41から7ヒストリーオブティーツリーガリーシティオブティーツリーガリー2015年5月21日閲覧 ABCDEFGHIJK ウィルソントムアイテムズオブインタレスト4 planning of blue-tondan stable trans-link, appendix way, report on adelaide auburn. abcd, busway information. paper 1, background history of the north-east corridor, transportation proposals, south australian department of transport, adelaide, s-freeways, a history from, maps to the port river expressway. ozroads.com.au.2015 年5月21日閲覧。o ーバ r ン。noedonline.Oxford University Press.June2015。Access to 11 August 2015。ABCD North East Busway.State.Transport Authority.ABO.Burn Busway Information.South Australian Department of Transport.ABC. バスウェイインフォメーション。ペーパー4、エンバイロメント、サウス・オーストラリアン・デパートメント・オブ・トランスポート、AB、バスウェイインフォメーション。ペーパー3、オペレーショナル・ストラテジー、サウス。オーストラリアン・デパートメント・オブ・トランスポート、レジスレイティブ・カウンシル・ハンサード。ガバメント・オブ・サウス・オーストラリア、2015年4月10日、閲覧。サザン・オー、バーン・サーベイ号はヘッド。 サンデーメール。レジスレイティブカウンシルハンサード。ガバメント・オブ・サウス・オーストラリア。2015年4月10日。閲覧。ハイ・コスト・ディレールズ・サザン・オーバーン。ザ・ードバタイザー。16マーチ 2001. ペンリー・ジル・ゼット・トム・サウス・ロード・スーパーウェイ・ツー・コネクトリージェンシー・ RD。ポート・リバー・エクスプレスウェイ。ザ・ードバタイザー。 リトリーブド16ジュライ2010ノーザンエクスプレスウェイガバメントオブサウスオーストラリア2010年7月15日閲覧ウィリアムソンブレットトラムエクステンションプログレスハウイズ・ザ・コーストツーコーストライトレールプロジェクトトラベリングオーストラリアン・ブロードキャスティング・コーポレーション2010年7月15日閲覧オーバーンレールラインズ・ブースト・ホー・アデレード ABC ニュースオンライン2009年5月13日、閲覧。オーストラリアンフェデラルガバメント、ペイング・ホー・リカバリー・リコンストラクション。オーストラリアンフェデラルガバメント2011年2月19日時点の、オリジナルよりアーカイブ。2011年1月27日閲覧。オーバーン・シティ、アクセスプロジェクト。デパートメント・オブ・プラニング。 トランスポートインフラストラクチャー。2015年7月22日、閲覧。O, バーンシティアクセスプロジェクト、コミュニティエンゲージメント。2015年4月24日時点のオリジナルより、アーカイブ。2015年8月2日閲覧。スティーブン・マレガン、ミニスターフォートランスポートインフラストラクチャー。モア・エス・エイジ・ョブズ・アズ・テンダー・アワーデッド・フォー。 バーントンネルデザインコンストラクション。ガバメントオブサウス・オーストラリア、http コロンスラッシュスラッシュ w w w i n f r a s t r u c t u r e s a g o v a u スラッシュ、<au> データ、アセッツ、pdf ファイル000、0009 17、178,911、26から10から15マレガン・オーバーン、pdf 2015年11月3日閲覧。 アデレードを、バンバスレーンワークビギンズインビッドツーリデュース、コンヘスチオミントーシティ。ABC ニュース、http コロンスラッシュスラッシュ www.abc.net。Www. au、ニュース、2016年3月21日、オーバーンコンストラクションスター r t s t o 72624382016年3月21日閲覧。 abcd セルベーロ 1998p373 アブドアデレードストリートディレクトリーピアニッシモ 8496abc セルベーロ 1998p369 ノースイーストバスウェイプロジェクトサウスオーストラリアンデパートメントオブトランスポートエビバスウェイインフォメーションペーパー2 O。 バーンバイデッドバスコンセプトサウスオーストラリアンデパートメントオブトランスポートマニックスリアムイズザオバーントラックニアリングエンドオブライフエインデリー http i n d a i l y ドットコ au ニュース2013 10 28イズザオバーントラックニアリングエンドオブライフ2015年4月24日閲覧 ルート500タイムテーブルアデレードメトロ2015年4月23日閲覧ルート501タイムテーブルアデレードメトロ2015年4月23日閲覧ルート502タイムテーブルアデレードメトロ2015年4月23日閲覧ルート503タイムテーブルアデレードメトロ2015年4月23日閲覧 ルート506タイムテーブルアデレードメトロ2015年4月23日閲覧ルート507タイムテーブルアデレードメトロ2015年4月23日閲覧ルート556タイムテーブルアデレードメトロ2015年4月23日閲覧ルート557タイムテーブルアデレードメトロ2015年4月23日閲覧 ルート559タイムテーブル,アデ,ル,ーーブルアデレードメトロ2015年4月23日閲覧ルート541タイムテーブルアデレードメトロ2015年4月23日閲覧ルート 542X タイムテーブルアデレードメトロ2015年4月23日閲覧ルート 543X タイムテーブルアデレードメトロ 2015年4月23日閲覧。ルート 544X タイムテーブル。アデレードメトロ。2015年4月23日閲覧。ルート 545X タイムテーブル。アデレードメトロ。2015年4月23日閲覧。ルート548タイムテーブル。アデレードメトロ。2015年4月23日閲覧。 ルート546タイムテーブル。アデレードメトロ。2015年4月23日閲覧。5XX バスルートマップス。アデレードメトロ。2015年4月8日閲覧。AB、ユアパーク N、ライドガイド。ガバメントオブサウスオーストラリア、アデレードメトロ。2015年3月10日閲覧。セーフセキュはパーキングフォー。 バーンコミューターズアットティツリープラザデパートメントオブザプルミエアンドキャビネット2014年1月12日閲覧ウィルソン・トム・レポートオンアデレードオーバーン・アイテムズオブインタレストフォープランニングオブケーンブリッジシーアエスガイベッドバスウェイ P6 2016年3月4日時点のオリジナルよりアーカイブ2015年8月13日閲覧 ハントフォーロー、バーンフリート。サンデーメール2017年12月17日、閲覧。アデレード2倍160バシーズ。アウストロラージアンバスコーチ。2012年2月10日事件のオリジナルよりアーカイブ。2015年4月29日閲覧。ライト、シティバシーズ。オーストラリアンバスフリートリスツ。2015年4月21日、閲覧。 A.B. セルベーロ1 9 9 8 p 3 7 0アミッドバー b ボーナキャラクタライゼーションオブパーティキュレートマターイメーテッド From トランジットバッシーズフュエルドウィズ B20 インアイドルモーズ Journal of Environmental Chemical Engineering 2 2335 2342土井10.1016 JS2014.09-020 アニュアルレポート2013-14デパートメント・オブ・プラニングトランスポートインフラストラクチャー P74 2015年4月24日閲覧ありがとうございます